さて、はい、ではお前が仕切るのか。今一番つまらないって言われたから、一応動画見ていただいて初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれないので、ね、あのプロフィール等々のご紹介を、はい、お願いします。はい、達夫さんです。サンキュー達夫です、よろしくお願いします。はい、お願いします。達夫さんの紹介、すごい人なんです。ざっくりもう今マイナス1ポイント。早くもね、早くもですよ。何かを紹介するっていうことがこんなに下手なのかな。そんなに下手くさんした初めて見ました。すごい人ですよね。すごい人なんです。今全部飛んじゃった。佐藤さんの顔見たら、だって今あのあれだもん、ちゃんとコンビ名すら噛みそうで怖くて言えない。まあいいでしょう、米粒社協っていう漫才コンビやってますし、米粒社協、まあ、あとはあの日本語の専門で、まあ、研究もしてますし、いろんな大学でも教えてます。はい、はい、そういう人間です。よろしく、よろしくお願いします。まあ、あのこのラボガ三姉妹はね、あのできた当初からよくチェックさせてもらってますけど、ありがとうございます。まあ、やっぱりあの四条美佐子が喋り出したらもう次の動画行くって。嘘でしょ、やっぱそう思われてるから。嘘でしょ、そういうイメージあるわ。そうなの、そのイメージなの。だようやくこのタイミングに来て、そういう問題意識を持ってくれたことをすごく喜ばしく思ってます。そうですね、気づかなかったら自分を恥じてます。そうですね、1年遅いわ。そうですね、始まって1年経ってますからね。誰から行こうか。おじゃあ私からでいいんですか。悩みあるの。いや私クソードありまして。大丈夫じゃない。私白髪も増え始めたし、いやそうなんです、もうずっともう34歳なのに26だって言い張ってるんで、悩み尽きないんですけども。いや3人の中で一番しっかりしてもらわないと困るから。そうなんですよ、私しっかりしてないともう本当に基盤がね、全部ゆるゆるなんですよ。崩壊なんです。いや私最近そのトークを、はい、まああんまり自分のトークってまあ客観性を持って見れないじゃないですか。で、まあ私自分でそのお店のラジオでやったりとか、まあこのラボが3週前出たりとかしてるんですけど、まあ客観的にその桃井とその先輩のフリートークを見て、あ、怖くなったんですよ。要約すると、そうですね、怖くなったんですよ。やばい。飽きられるかもしれんと。なるほどなるほど。そうなんですよ。でもうまあ言ったらあれですけど、もう3人の中で、まあ、ちゃんと話回して喋ってるのって、はい、多分自分だと思ってて、そうですね、そう、私のトーク力が向上しないと、はい、番組としてのクオリティも向上しないってことに、確かに、そう焦りを感じて、うん、勉強をしたいってことを、まあ、今回、まあ本当お前がつまんないぞっていうのを織り交ぜながらあの依頼をしたっていう人なんですよ。なるほどね。そうで私が、まあ、今回その教えてほしいというか勉強したいなと思ったのが、その人に聞かせられるトーク。人に聞かせられるトーク。そう、私あの達夫さんすごいなって思った実はエピソードがあって、はい、あのまあサンキュー達夫さんの、はい、あのラジオを、はい、なんか YouTube に上がってたのを見たんですけど、確か安住さんが出てらっしゃる、ああ日曜天国ね。あ、そうです、はい、それの冒頭の30秒か1分ぐらいで、はい、まあ、自己紹介とかをしてらっしゃったんですけど、うん、もうその1分間で、あ、このあと30分この人の話聞いてみたいなって思えるような内容だったんですよ。はい、いつも紫色のものを身につけてますみたいな投稿してて、それはあの覚えてもらうためにそういうことをしててとかっていう、ね、そういうなんかつかみのトークとかもすごくうまくて、そういうふうに、あ、この先30分この人の話聞いてみたいなって思えるようなトーク術みたいなのが学べたら番組もうまくいくんじゃないかなと。なるほど、わかりました。はい、じゃあまず、はい、もう伊達さんはですね、うん、一番しっかりしてるんで、はい、一番ちゃんとした指導をしたいと思います。やった、これ最後で良かったですよね。、はい、やばい、この後グズグズの可能性出てきた。これ、これ場所変わる。いや大丈夫です、はい、このままで、うん、お前は喋るな。嘘、ちょっと待って、じゃあ黙ってみようか。マスクあったから黙っ、いやまあただ、はい、これは初めて聞く人とか、あとどういう媒体で、うん、で何を求めてる人が聞くのかとか、うん、そういうことを考えましょうっていう話だと思うんですよね。単純に話すことのタスクはもうはっきりしてる状態でってことでしょ。例えばゲームの面白さとか、はい、自分のこととか、うん、まあ、そういうことを紹介するっていう、そうです。でまずね、意識してもらいたいことがあってですね、じゃあもう早速使っちゃいますよ。あ、やった、はい、お願いします。太めの方、太めの方。まあ話す人、うん、あと聞く人、うんうん、まあこれはあの文章を書く
場合と読む場合も同じなんですけど、大きく分けて4種類あります。おお、いや面白い。普通にメモ取りたい。はい、大きく分けて4種類、はい、で、話す人聞く人1対1っていうのは、うん、まあ、基本的に誰かと差し向かいで話してることなので、うん、まあ、自分のこと知ってる、どれくらい知ってるかにもよりますけど、うん、自己紹介する時でも自分のことをすでに知ってる人に言わなくてもいいことってありますよね。あ、そうですね。だけど多くの人が聞く時っていうのは、随分その話す、同じことを話すでも話し方が変わってきます、うん。例えば仲いい人と1対1だったら別にデスマスって使わなくてもいい、うんうん、だけど大勢の人が聞くときは自分のことを知らない人もいるからデスマスで話した方が良かったり、うん、あるいは自分のことを覚えてもらうために、うん、何とかしなきゃいけないっていうことがありますよね。で、話す人が大勢で聞く人がたった1人の場合、まあ、これはまあ、学校のクラスとかで先生が一人でみんなの話を聞かなきゃいけないとか、司会の仕事をしてる時に多くの人の話を拾わなきゃいけないタイミングっていうと、話す人は自分のことを覚えてもらうための工夫をしなきゃいけないとか、まあ、あるいは大勢の人が話して聞く人も大勢の場合は、まあ、これネットとかだと SNS、Twitter とか Facebook とか大勢の人が書き込んで大勢の人が読むものとかもそうですけど、自分のことを知らない前提で何かを話さなきゃいけないので、例えばこの場合先輩って言えばもうすでに四条美佐子のことを指すかもしれないが、初めて見る人は先輩って誰のことなんだろう、情報を共有できていないので、大勢の人が聞く場合はここで、まあ、この人のことなんですけどねっていう新しい情報を載せない、ね、まずこういうことを気をつけてもらいたいわけです。なるほど。でこれがさらに媒体によって変わってくると、例えばラジオだったら、まあ、ビジュアルは見えないわけですけど、っていうことは自分のビジュアルを想像してもらう何かを一つ投げた方がいいですよね。例えば普段どんな服の色を着てるかとか、うんうん、身長であるとか、うん、まあ、太ってる痩せてるでも何でもいいです、うん、なんかこう覚えやすいような、うん、まあ、もっと言うとなんか親しみを持てるような、あるいは変な人だって思ってもらいたかったらそういう変化球を投げてみるでもよし、うんうん、まあ、やっぱりその媒体に合わせて何を喋るかっていうのは決めた方がいいです。なるほど。マジで勉強しよう。ですごい勉強になる。まあ、実はね、四条美佐子はすごく話下手ですけど、うん、彼女から学ぶことはたくさんあるんですよ。すでにできてるものから学ぶよりも、うん、できてないものから学ぶ。なるほど、なるほど。いいです、いいです、いいです。基本的にこの味噌、この人の脳みその中は、1対1、ここでしかないんですよ。おー、わかる。だから友達とか家族とかに話すノリで大勢の人が聞くものとか、わかる、の話をしちゃう。だから お前が言ってるこれ知らねえよっていう人もずっと置いてきぼりにされながら聞かされ続けるっていうね。めっちゃあるわ。だからこれはまあ夢の話をしてる人と同じっていうことなんですよね。それが例の夢の話を。なるほど。そう、まあ、あとお話って言ってもね、まあ、お話って時間が流れてるので、うんうん、